皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語は10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上を取れるようにする動画の4回目、今回は一般動詞についてお話します。英語の動詞には B 動詞と一般動詞、この2種類があります。で、 B 動詞じゃないのが一般動詞、こうなんですね。2つあって一方じゃなきゃもう一方で、こういうことです。で、一般動詞どんなものがあるかというと、 play、 これスポーツをするとか楽器を弾くという時に使いますよね。それから勉強するの study、 ね、watch、 見るという意味です。好きという意味の like、 持ってるという意味の have、 そして話すという意味の speak など、ね、日本語にも動詞いっぱいあるように、英語にも一般動詞たくさんあるので、それぞれ覚えなくてはいけません。それから肯定文の中で、何々ですという文章、ね、何々は何々です、何々は何々しますと、こういう文章の中で一般動詞は主語のすぐ後ろに置きます。つまり並び方としたら、主語があったらそのすぐ後ろに述語が来る、ね、主語述語、こういう順番に並んでいると考えて構いません。で、もう一つ覚えておいてほしいのが、一つの文の中に動詞は一つだけです。よくある間違いで、一つの文の中に B 動詞と一般動詞が二つ入っている。例えば I am like とかいう使い方をする人、最初の頃いるんですけれど、そういうことはないです、ね。まあ、B 動詞が一般動詞が形を変えて一緒に使うってことはあるんですけれど、それを除けば一つの文の中に動詞は一つだけなので、これもここで覚えちゃってください。では一般動詞について具体的に例を使って説明します。では主語が I の時、この日本語に合うように英文を作っていきます。括弧1は、私は犬が好きです。主語は私ですから、 I が一番最初に来ますよね。その次に来るのは述語の部分ですね。日本語を見ると述語の部分は好きです、ですから I の次は好きですという単語が来ます。好きという単語は like ですから、 I like dogs、 I like dogs。犬が好きという一般的なことを言うときには、犬は複数形を使って dog、 S をつけます。で、 dogs、 I like dogs、 こうなります。2番、私は日本語を話します。主語は私ですから I が来て、次は述語の部分ですよ。話しますが述語の部分になりますから、 I の後ろには話すという単語が来ます。話すは speak です。I speak 日本語ですから Japanese、 I speak Japanese、ね、こうなります。括弧3番、私は毎日数学を勉強します。主語は私、 I ですね。述語の部分は勉強しますになりますから、 I の後ろには勉強するという動詞がきます。勉強するという動詞は study ですね。何を勉強するかというと数学ですから、数学は math。 I study math every day、 I study math every day、 こうなります。4番、私はギターを弾きます。主語は I ですね。述語の部分は弾きますですから、 I の後ろには弾くという play、こうなって I play the guitar、 I play the guitar、 これで私はギターを弾きますという英文が完成しました。では次は主語が You の時も同じようにやってみましょう。次は主語が You の時の英文について見ていきます。括弧1、あなたはテレビを見ます。主語は You ですよね。述語の部分は見ますですから、 You の後ろには見るという動詞が来ます。見るは Watch、
You watch TV. You watch TV. こうなります。括弧2番。あなたは猫を一匹飼っています。主語は you で、実語の部分は飼っている、こうなってますよね。飼うという単語は have を使います。You have。そして一匹なのであをつけて You have a cat. You have a cat. You have a cat. 主語の後ろにすぐ動詞が来ていると。動詞の部分は実語の部分なので、で実語の部分を見てどんな動詞が入るか決めればいいわけですね。カッコ3番、あなたは神奈川に住んでいます。あなたはというのは You、 その後ろは住んでいるという実語の部分が来ます。住むという動詞は live ですから You live in 神奈川。 You live in 神奈川、こうなります。 You live in 神奈川。カッコ4番です。あなたは新しい自転車を欲しいと思っています。主語は You ですよね、あなただから。で実語の部分は欲しいと思っていると。欲しいと思っているという単語は want、ね、want です。ですから You の後ろには want。 You want a new bike. You want a new bike、こういう英文になりますね。ですから一般動詞肯定文の場合は主語の後ろにすぐ動詞が来ると、その時日本語が書いてあったら日本語の述語の部分を探します、ね、あなたはテレビを見ますだったらあなたが主語で述語の部分は見ますですから You の後ろに見るという watch が来ると、ね、このようにしていくと、ね、英文の作りも分かっていきます。では次はちょっとブレイクとして、自己紹介の挨拶とか相手の名前を聞くとき、この時の表現をお話しします、自己紹介をする時の表現についてお話しします。まず人と会ったら挨拶をしますよね。 Hello とか初めてだったら Nice to meet you、 前回やりました、そうですね。で言ってから私は誰々です。 My name isね、私だったら My name is Toshi、 こうなりますよね。この My name is の表現でちょっとフォーマル、丁寧な言い方になります。それから一般的には I'm 誰々、 I'm Toshi、 これが結構砕けた日常的に使われる表現です。まず挨拶 Hello と言って、もし目上の人とかね、仕事上だったら My name is 誰々、結構友達同士の付き合いだったら Hello, I'm 誰々、こう表現すればいいわけです。じゃあ相手の名前を聞くときどんな言い方があるでしょうと、What's your name? って言い方あります。これ友達同士の砕けた表現、名前何くらいの感覚ですよね。軽い表現です。砕けた会話の時に使えます What's your name? じゃあそれを丁寧に言うときにはどうしたらいいかというと、May I have your name? May I have your name? お名前を教えていただけますか、こんな感じの表現ですね。これは目上の人や改まった場面で使う表現です。砕けた会話だったら名前は何は What's your name? 目上の人とかね、ちょっと改まった席だったら May I have your name? こうなるわけです。では最後に今日のまとめの練習をしておきます。まとめの練習をやっていきます。カッコの単語を並び替えて日本語に合う英文にしましょう、こういう問題ですね。まず日本語が書いてあって、その下にカッコがあって、その中に単語が入っています。これを並び替えるんですね。カッコ1番、私はテニスをします。英文は最初主語が来るので、主語私はですから I が一番最初に来ます。次は動詞ですね。日本語を見るとしますに当たる動詞は play ですから I play、 そして最後にテニスと、そしてピリオドと、こうなりますね。カッコ2番、
あなたはカメラを持っています。主語はあなたですから You が一番前に来ます。こちらの You は Y が小文字なんですけれど、文の最初に来るので大文字にするのを忘れないでください。 You、 そして次は動詞ですよね。動詞の部分は日本語の述語の部分ですね。持っていますという部分になりますから、持っているという Have が次に来ます。 You have a camera。 You have a camera、ね、あなたはカメラを持っていますという英文ができました。括弧3番、私は北海道に住んでいます、主語は私ですから I が一番前に来ます。そして次に来るのは動詞。動詞は住んでいます、述語の部分こうなっていますから、住むという live が I の後ろに来ます。 I live、 そして最後に in 北海道。そしてピリオンですね。 I live in 北海道、 I live in 北海道。英語の文はまず最初に主語、その次に動詞という順番に並びます。この主語動詞の部分を見つけるのに、日本語がある場合は主語の次に述語の部分ですね、述語の部分を探してください。そうすると、単語が見つかりやすいと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。